たわ、たわ、ヨーグルの誕生日プレゼント会、はい、よっ、やってきた。今年は回ってる回ってる回ってる、すごいすごいすごい。今回は、1月12日で38歳になりました。恭平さんのね、企画でございます。見えるけど順番的にこの巡り合わせ、前回ビリ初参戦、メンバーの中では多分モサモサって思われてるみたいな。そうですね、モサモサビリ、まさに相当順当にいったらこの企画はあのビリの方が全額自腹なので、順当にいったらとんでもないことになります。もう順当にいけばね、まあでもね、恭平とは俺付き合い長いから。オッケー、やめろお前僕はもう何でも分かってるんで、欲しいものが。なるほどね、ジラッと買ってジラッと勝ちと思います。兄貴は、兄貴はもういろいろ探り入れてる。よし、行こう行こう行こう、何でや、言わせてよ、やばいやばいやばい、ちょっと疲れた。はい、ということで帰ってまいりました。楽しみ、超楽しみだね。何を買ってきてくれるのかなって。今日ね、でもね、設定金額勝手に決めたんだけど、3500円。任せる、愛が大事なんでしょ、うん、もうね、俺もう課金じゃない、時間返してね。これ15,000円。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと恭平さん目をつぶって、ここからアイテムをね、いったファーストインプレッションタイムです。おーい、ちょ、まだルール細かいこと分かんない方、ちょっと概要欄にあの過去のやつプレイリストで貼っとくんで、そちらを見てください。お願、はいします。それではファーストインプレッション、どうぞ。でー、あーあー、いいねいいね。順位決めたっけ、これ。そうです、まずもう初見だけで決まりましたら言ってください。もう決まってるよ俺。第2位の発表をお願いします。第2位の発表、これこれ。おー、素晴らしい。それではファーストインプレッション1位の発表をお願いいたします。はい、断然これこれこれ。おー、いやー、後ろ見てるのが楽しいね。重いね、重いよ、見てる方すげーラックね。さあ、それでは誰がどれを買ったのか楽しい、マクロにして、こっからディベートタイムに。あー、すごい、これ超楽しい。では清江さん、目をつぶってください。こちらになっております。ドゥルー、一旦ね、物を紹介していきましょう。いや、言っとくけど、俺の商品はね、あの見た目だけでは分からないこちらですね。シッてやめろや。 MA1、 そして靴下、ターボーさんがパンツにベルト、そう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 、で、僕が靴、スニーカーですね。そして紐4種類、そして匂いとかつけるやつ。おー、逆に良かったわ、俺ビリで。こっからの伸びしろが楽しみだからね。だよな、だよなってやめろ。もう圧倒的っすよ、1位から言われるその気持ち。まずはだから自分の商品を褒める、 PR やろ、 PR だよ、 自己 PR やろ。1分でしょ。じゃあ僕、じゃあ1分でまとめさせていただきます。まあね、ゆっくり考えていいからね。最初ってやっぱどうしてもあの考える時間なくて、確かに大変なんだけど。いや、いいよ、俺言いますよ、全然言いますよ、俺超悪いよ、言うこと無理すんな、俺めっちゃ悪いで、無理すんな、無理すんな。リベートタイム、よーい、キャンピングカー企画あったじゃないですか、はい、その時にもう夜な夜な語り合いました、はい、スニーカーへの愛がこういったすごい、でもスニーカー大量欲しいだろうなっていうのも見えてましたんで、 PG2 これ今プレイステーションコラボとかもしてあるやつ、そして、まあ、今靴にはまってるんで、こっから、まあ、デコレーションもしていくだろうなということで、4種類の紐までつけております。おーい、でこれね、これもスニーカーファンには重要なんだけど、このもう防水スプレー、これ一番ね靴が綺麗にできますんで、でこちら匂い取れます、スプレー、はい、以上、優勝。短い、いやー、45秒、15秒落としての瞬間だよね。頑張れよ、その前に2位くわ、俺が。おー、ちょ、まずもう考える時間あるから、もう、なんかディスりゃなったけど、これさ、煽りみたいになってない？どうなんですか？どう思いますか？どう思いますか？正式に皆さん、じゃあいきますね、ゲームタイム、よーい、恭平がプライベートでも着れる服が欲しいということで、これお店でナンバーワンで、店員さんに聞いたら取り寄せもできないんですって。これラスト1点、これが秋冬春全部着れるんです。以上でーす。あれ、短めだ。いや、タボさん頑張れよ、頑張れよとかいらねえんだよ。頑張ろうね、お前おかしいだろ、頑張ろうねじゃねえんだよお前。それでは3人目、ターボーさん頑張れよ。
いや、もうやめろお前ずっと言いやがれ。スタート。まあ、やっぱラージとか好きじゃん。やっぱそういうのに結構合わせやすそうなシンプルめだけど、なおかつ地味すぎないこのパンツですね。プラスこのベルト、さっきあれ買ったでしょ、ジーパン。あれ買ったからやっぱこういうベルトが必要になるんじゃないかって思って僕はこれを買いました。以上です。終了。ここで次はディス、そして2回目のアピールタイム。そうですね、ディスかアピールどっちか。はい、30秒ですね。最初言ったるわ、ゆっくり考えろ。お願いしますだ。お願いしますメンタルがメンタルがもういかれてます。総額いくらだっけ。やばい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 、わかんないよ。ディスアピールタイム、よーい、スタート。なんといってもこの大会ね、コンセプト一番重要なのはメンバーのどれだけ分かってるか。ディスは以上終了。短くまとめてきました。たつきさん、ディスアピールタイムスタート。靴下欲しいっていうのをちょろっと聞いたんですよ。ちょろっと聞いてね、この、何、足首がちょっとあんのもこういう靴履くときちょっと痛いじゃん、この部分って。だからまあこれとこれがセットってまあいいなと思って、以上です。終了。ちょい過ぎちゃった、ごめんな。まあラスト、ターボーさん、はいはい、ディスアピールタイム30秒ということで、スタート。ベルト欲しいっしょ、だって欲しいよね、ベルトね。あんま持ってないっしょ。持ってない、こういうのね。持ってないと思う。めっちゃ似合うと思うんだよ、これ。はい、終了。ほら、2回のディベートタイムを終えまして、こっから本当の結果発表に移っていきます。まず2位から発表しまして、最後に、1位を発表します。名前が呼ばれなかった B の方はこの3つの商品の合計分全て自腹となってしまいます。はい、なんか俺だけを見てんてる。緊張するわ。お前手袋を返せ。返せよ。あ、ちょっと僕なんなら因縁なんだ。そうそう、こいつにビリにされて。因縁だよ。お前金額は何円なのよ。そうですね、大事かもしれない。僕はだいたい1万ちょっと。タボは僕14,300円ぐらい。ああ、もうギリギリまで使ってる。俺も14,000ぴったりぐらい。わあ、みんなチキってないと。目をつぶって結果発表に移っていきましょう。うわー、まずは2位からお願いいたします。フォーマル的な欲しかったのよ、ジャケットが。なるほど。靴下もめっちゃなくて今俺消えんのよ、ここに置いてた。そうそれ間違いない。マジ魔境だから正義負けるかもしれないよ、だってまだ分かんないじゃん。お前愛情加えたかもしれないじゃん。そうだぞ、そうだよな。だってね、勉強してないね。おいすげえディスティスティやってきた。もう靴と紐だけですよ。あ、もうルール無視しちゃう。もうルール無視しちゃう。1位の発表に移っていきましょう。1位の発表、うわ、京平さん取りかかった。おぉ、マジかマジかマジか。俺も最近スニーカーなのよ。青持ってないんですよ俺。そう、そこもチェックしました。なるほど。巨栄がね、蛍光色好きなの。うわ、そう、しかもオレンジ。点数で言うと200 200 150 15 15 好みじゃないんだよね。好みじゃないんだよね。やべえこと言われてる。ツッコミどころ多かったね。地味なのがいいとか言ってるのド派手なのよ。全然地味じゃない。でね、このベルトなんだけど、紐が欲しかった。ベルトなの話したいな。ガチャベルトね。このね、硬いやつはいらない。落ち込むから優しめに伝えるけど、1から10まで外れてる。落ち込むんだよ。一番落ち込むんだよそれが。どっちがね、どっちがいくら。これが9000円ぐらいで。これ9000円。うん、そう。これが5000円ぐらいですよ。お疲れ様です。俺ちょっと今平気そうに見えるけど、煮えくり返りすぎて俺恭平の目一回も見えてない。腹立つね。でもね、2連敗ってことわかる。初の連敗だ。初だ。初。記録達成オンリーワン。ということで次回も参加決定。リボン、恭平、ターボ。もうやだ。参加がすごいな。もう多いわ。
笑ってる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah